そこでズバリ現政権はデタラメばかりとこのようにまあおっしゃられているんではないかと思うんですけれども。まあ、名簿が廃棄されてた、まあ、タイミング、もう、まあ、あまりに不自然だし、その名簿をそんなに急いで廃棄するということ自体も全く不可解ですそうでね。すね。言い訳として出てくるのが個人情報だから、個人情報だからっていうんですよね。まあ、確かに今こういう状況になってですよ。で、一人一人この人が参加したっていうことをこうオープンにしてしまうと、もうネットでですね、大変な騒ぎになったりして、それはできないかもしれない。でもだからといって名簿を廃棄していいっていう話じゃないそうですよね。でそれは功績があった人を誰を招待したのかっていうことも含めて考えたら、これは公文書としてしっかり記録としては残しておかないといけない。ただ公開できる範囲は、それは個人情報として守らなくちゃいけない部分はあるかもしれない。ところがこんなにですね、その急いで4月に開催した会の名簿を、まあ、5月に廃棄してしまう。それもその野党議員から資料のそうでテすキストね。の要共産請を党の得て宮本1時衆議間後院で議員すですからよね。ね。これはもう全く弁解の余地のない行為ですね。いかにその言い訳をしても正当化できない行為です。で、なぜそういうことになってしまったのかといったら、もうこの名簿が出てきたら、何らかの形でその野党側に一部でも、まあ、こういう人たちがこういう人数招かれたんだということが分かっただけでも、もう完全に説明が崩壊してしまうということだと思いますね。相当そこには今野党側が分かっている以上のスキャンダルがあるということまあ、を想像してる想通像、りだということも含めてで想す像しね。ている通りですね。で、この内閣管理の言い分はどうしても嘘ということなんですけど、今時役所のデータはフォレンジック調査、法に基づく分析調査をするのが当たり前で、削除したというファイルは簡単に復元できるという、これちょっと信まあ、じだからこれはフォレンジックっていうのはられません。その端末に残されているハードディスクなどから復元するっていうことであっそうですて、ね。最終的に分かったのはこれクラウドの方に残ってて、これが8週間ですか、8週間保存されてたということの問題になりましたから、ちょっとこの最初に言ってたのとは違いますね。なるほど。それをなぜ、残ってる間に、きちんと爆野発党、と野党に出さ議員ないのかと。要求を受けた段階で保存しておかなかったのかということが問題ですね。野党は国民代表ですから、だから国民に、自分を支持しない国民に対して情報を開示まあ、しこない、んな人たちっていうここんとななんで人すよたちね、ですよ結ね。局。それは本当にひどい話だと思いますね。安倍総理がその名簿廃棄した時期について担当者が障害者だった、シュレッダーをかけた担当者、本当に個人ですよ。で、障害者で、短時間の労働者だったと、パート労働者と。だから作業は遅れたんだという、こういう言い訳をしたんですね。これはね、本当にひどい発言だなと、すり替えもいいところだと、それに対して最大級に怒ってらっしゃいますね。もうこれは本当に人間として最低だと思います。こんな言い訳まで持ち出すこと自体がですね、ありえないと思いますね。そのタイミングを説明するのに、そういうその普通の人の勤務とは違うから、たまたまこのタイミングであったんだということを説明したかったのかもしれないですけども、それによって結局障害者の人に半ば責任を押し付けたようなそうです話になってるんでね。すね。いや、もう本当に国として来年のオリンピック・パラリンピック、これパラリンピックをオリンピックと同等に扱って障害者の人たち地位を上げていこうという時に、障害者だったからこんなタイミングになったんだと一国の首相が言うなんていうことは、私はもう信じられないです。一人の、個人情報が個人情報がだから開示できないと言いながら、この非常に絞り込んでいくと、この書類をシュレッダーにかけた担当者たった一人で、大体が聞かなくて、大体の聞かないただその人が、短時間勤務だったぐらいならいいけど、こう障害を持ってたっていう個人情報を
なぜ開示する必要があるのか、ね、人権問題だと思うんですよね、はい、とんでもない問題だと思います ね、はい、こういうことをセルスやってしまうような人たちなんですね。